小泉一馬のこいちゃーんということで、まあ、髪の毛振り乱しましていつもやってます長野市議会議員のあのオレンジのおっちゃん小泉一馬でございます。久しぶりですね。こいちゃんの皆さん元気にしてましたでしょうか。新型コロナウイルスがね、警戒レベルが5が今日4になったのか、なんかちょっとそんな情報入ってきてすいません、ちょっと聞いただけなんで間違ってたら編集します。まあ頑張りましょうね。新型コロナの中でも小泉一馬の議員活動頑張っておりますということで、でね、皆様に今日お伝えしたいのはバスですよ。公共交通機関ですよ長野市。市民アンケートやるといつもね上位に来ている長野市、もっと頑張らなきゃいけないところはバス、公共交通機関ということで小泉一馬も頑張っています。で、今日のね毎日新聞来る市民窓口課でも長野市明日から販売開始ということで、こんな感じでいい感じで記事になっているところでございます。とこのクルルっていうのはあの IC カードでピッとやると、あの事前チャージをしてピッってやるとバスに乗れるキャッシュレスっていう優れものですよね。でこれを長野市は導入進めておりますんですが、市役所で取り扱うことになったということで、市民窓口課ですね、2階行って住民票とか取るところでございます。で、はあそれが何かっていう、まあいいけれどもそんなに伝えしたニュースじゃないよねって思うでしょ。思うよね。これだけど小泉がねこのためにどんだけ本当に何度も何度も足を運び議会でも発言しなければいけなかったかっていう苦闘の歴史が裏にはあります。本当に大げさじゃなく、市民窓口で販売それからチャージがねできるようになったっていうのは、これも小泉がねここでやろうよっていうことを言ったからこうなったんです。そうじゃなかったらどこにあったかっていうと、第二庁舎、皆さんがいつも足を運ぶ住民票なんか取れるのと違う南側、裏側って言っちゃいけないね、南側のもう一つの古い庁舎です。あそこの5階、普段みんな行かないでしょ。あそこでやってたんですよ。で、そんなんじゃダメだよ、ここじゃダメだから、みんながね、もっと足を運ぶ第一庁舎の方にしようって、コンビニとかあるじゃないですか。あそこにね、コンビニでやってもらえばよかったなと思うけど、まあ、第二庁舎なら、まあみんなよく来るし、足も運びやすいしね、エスカレーターもあるし、来やすいなってことで、小泉もまあ妥協したんですけれども、第二庁舎にはもう一つあるんですよ、1階にチャージするマシンが。で、1階に置いて、5階に置いて、うん、頑張ってますって、何それ、バカですよって言っちゃいけないね。何それ、ちょっと、二重投資じゃないですかって言うんですよ。お役所の心に響かせるため。無駄な投資ですよね。無駄遣いしてますよね。で、1階にあったらいいじゃんね。普通ね、1階でチャージして、5階にはわざわざ上がりますよ。なんで5階でやったかというと、交通政策課があるからですよ。交通政策課、自分たちのところだから、ここに置いてことにしとけば、楽じゃんって、他になんか頭下げて置いてください置いてくださいって言わなくて済むから、ここに置いとけば楽じゃんっていう、そういう単純な発想です。でそれじゃダメでしょ、市民の利便を考えたところに置いてくださいって小泉さんが言ったのに、そこに置きやがって、でねで、じゃあどうして交通政策がそんなところに置いたかっていうと、元はバスセンターにあったんですよ。バスターミナルね、あそこに置いた、あそこにいい場所だよね。だけどそこに置けなくなっちゃった。なぜかっていうと、バス事業者がもう俺たちこんなのやんねえよって、人がもう下げなきゃいけないから、人減らさなきゃいけないから、こんなことできなくなっちゃったんだよって、じゃあ交通政策課ね、はぁって半年以上探してんですよ。それで交通政策課1階にもあるけど5階に置いて、司法にも載せないしね、広報長野に載せなかったし、それからプレスリリースもやんなくてね、俺ここに置いとけば誰も来なくて、めんどくさいことしなくて、うしし俺たち仕事したふりしてるから大丈夫って、そういう自然丸見えじゃないですか。それじゃダメだよってことで怒りました。で、バスセンターがね引っ込めたと。で、クルルの取扱窓口、 IC カードの取扱窓口も、じゃあどうするんですかって小泉その時、去年の今頃かな、6月7月ぐらいかな、聞いたんですよ。そしたら、いやもう代わりに置くことなんか考えてませんよって、長野市の交通政策課堂々で言いやがるんですよ。え、なんで、だって1個ね窓口減らしたら1個増やさないと行ってこいにならないじゃないですか。市民サービス低下しちゃいますよね。え、なんでやんないんですか。
やりたいみたいなこと言うんですよ。嘘つけって。だけど設備投資がかかるんですよ。これがちょっとこれがね苦しいとこですみたいなこと言うんです。ああそうかと俺も一旦納得したけど、だけどその日のうちに、あ待てよと、おかしくねえかと。だってバスセンターにあった端末、クルルのね端末のセット、パソコンセットですよ、まだあるじゃんね。それよっこいしょって持っていけば使えるんじゃない、まあ、回線使用量ぐらいは必要になるかもしれないけど、それだって今まで出してきた支出ですよね。でもほとんど設備投資なんかいらないはずじゃん、小泉突っ込んだんですよ、議会、あの委員会終わってからね。そしたら向こうも渋々認めて、いや実はあのそうなんですよ、去年買ったパソコンセットでまだ使えるんです、去年使ったの有給資産化するつもりなの、あんたたち仕事もしないでっていうことじゃないですか。いいですか小泉の怒り三段跳び、ここでもう一回やらせていただきます。去年バスセンターがクルルの窓口引っ込めました、小泉は代わりのところ作りなさいって言った、いや作れないって言った、それはなぜか、パソコンセットがない、設備投資に金がかかると言った、それは嘘だったんです。あるじゃないか、去年買ったばっかりの、小泉指摘で、あそうでしたってとぼけやがって、これで委員会で訂正させましたよ。これできちんと市民の利便にかなうところに来るの取扱い窓口設置する努力をしてください言いました。そしたら、いや1階にあるけれども5階に置いて、交通政策課のちょっと窓口の先っちょに置いておきました、置きましたよね、いいですよね、そういう態度、何を言ってんだと、それで何仕事したつもりになってんだと、こんなの職員の方しか便利になってないじゃん、交通政策課しか便利になってないじゃん、そうですねって言い上がりましたよ。そうじゃなくて、そうじゃなくて、仮に外に置くんですよ、民間のお店に置いてくださいよと、俺がね探してくれよ、そんじゃって、それを困りますみたいなこと言う、じゃあ探してくれよってことじゃないですか。でね、じゃあここ、まあ、市役所の中でもしょうがない、じゃあ2階か1階にね第一庁舎の方に置いてくれっていうことで行ったんですよ俺。だけど彼らは、いやそれ検討したんですけどできませんって。え、検討したってどういう検討したの、だって交通政策課の事業だから、2階のね窓口っていうのは市民窓口課だから課が違います、仕事違うんです、置けないんです、じゃあそれ市民窓口課と調整したんですか、してませんがアホかアホかじゃない、ちょっと行動が足りん、あなたが課長がね交通政策課の職員が動けば2階窓口に置けるんですよ、市民窓口に窓口課に置けるんですよって、動いてくださいって言って、やっとですよ、この小泉の取ろうかって分かってくれます、ここまで言わなきゃ分かってくれないんですよ、お役所って、市民のこと考えて仕事してないんですよ、自分たちがいかにねやったか、言われたことはとりあえずやりました、片付け仕事ですが、それが何かみたいな感じでやってるんですよ、そんな人ばっかりじゃないんですよ、でもそういう人が今は偉い人になってしまう長野市役所になってます。でこの間教育長の話ありましたよね、教育長もあれも、あの方は優秀です、あの方は優秀だけれども、だけど教育長にふさわしいかっていうと俺はそうとは考えなかった、お友達人事ですよ、そういうことが今やられています、この職にふさわしい能力資質の方が必ずしもその椅子に座っているとは限らない長野市役所になってしまいました。でね、以前はこんなことなかったんですよ、鷲沢市長っていたじゃないですか、あの市長もねちょっと意地悪なところがあって、小泉にはなんかせせら笑いしながら小泉のね答弁してハッハッハとか笑いながら席に戻るようなところがある市長だったけど、それでも人事は今よりよっぽどきちんとしてたと思う、なんでこの人が部長やってんの課長やってんのって疑問に思うようなことはほとんどなかった、今はそうじゃないんです、小泉本当にそこ心配しています、なんでクルンの窓口のことで小泉がこんなにね、もう
小学生の手を取り足を取るがごとき言わなきゃわからんのか、言わなきゃやんないんですよ、わかんないんですよ。それが課長や部長になってるんですよ。あの今年はね市長選挙の年なんで、本当にねこの辺のことを変えていく。お友達の行政ではない、能力本位、適材適所、市民の気持ちを分かる人、そういう人が出世していく長野市にしていきたいですよね。